さんこんにちは。今日は、私の大好きな香りベルガモットを使った焼き菓子をご紹介します。こちらがベルガモットです。緑のまま届く場合もありますし、だんだん日にちを置きますと黄色くなってまいります。レモンと同じですね。でバターはちょっと柔らかくしてあります。ここにベルガモットの皮を、すっていこうと思います。少し苦味も感じさせたいのでしっかりと表皮を吸っていきます。2分の1個分ぐらい。はい、このようにすりました。そしてこちらに塩一つまみ入れます。で混ぜます。粉砂糖です。2回に分けて加えます。これで粉砂糖が混ざりました。ではここで紅茶ペーストを加えます。紅茶とベルガモットっていうとアールグレーの紅茶になりますね。そのイメージで、ケーキを作ってみました。紅茶ペーストが混ざりました。こちらにアーモンドパウダーを加えます。アーモンドパウダーが半分ぐらい混ざったところで次に全卵と卵黄を加えます。アーモンドパウダーを先に混ぜておくことで卵が非常に生地に混ざりやすい状態になります。今日は別立ての生地を作りますのでここであえてバターと卵を乳化させる必要がありません。素材同士が混ざってくれればそれで OK です。はい、さあここで今度は今申し上げたように別立てということですので、粉を混ぜる前に、卵白を泡立てます。卵白にはお砂糖をあらかじめ入れてあります。では3の速度で、1分間の泡立てをいたします。はい、軽い泡になります。しっかりしたメレンゲを必要といたしません。ではこちらの方に半分のメレンゲを入れます。ぐるぐるとメレンゲを拡散させます。拡散したところで一度ふるっておいた小麦粉を加えます。こちらもゆっくり大きく混ぜていきます。8分通り混ざったところで一旦周りについたものと木べらについたものを整えておきます。そして残しておいたメレンゲを全部入れます。
はい、ほぼの混ざったところで、お掃除をします。さらに生地を均一にするために20回ほど円運動で混ぜます。はい、これで生地が出来上がりました。こちらはあらかじめハケでバターを型の内側に塗っています。16センチのクグロフ型です。強力粉を入れて余分な粉を落としておきます。このように薄くつけておきます。生地を入れると一旦表面を高さを慣らしておきます。そしてこの煙突の際を深く掘り下げて生地を側面の方に移動しておきます。煙突周囲が一番膨らみます。煙突の中に生地が落ちてしまいますのでこのようにしておきます。今から170度で45分焼きます。こちらはベルガモットのピールを作っています。ベルガモットの皮を厚めに剥いて3回茹でこぼしをしました。その後皮とほぼ同量のお砂糖、それから白ワインを加えてじゅうじゅうと煮詰めてまいりました。この辺りで水分がもうほとんどなくなってきたので完成です。ケーキの飾りに少しだけベルガモットピールを使います。とても苦いので本当にベルガモット本来の味ということで少量を使います。はい、ケーキが焼き上がりました。焼き上がってチェックする部分ですね。型とケーキの間に少し隙間ができていること、これはもう焼き上がりのサインとなります。あとこの亀裂の入ったところ、こちらに刺してみますね。何もついてこないので焼き上がりですね。さあ、このまま5分程度放置します。すぐに出すとアーモンドパウダーをたくさん使っているので、壊れる可能性も出てきます。ですからちょっと5分程度置いてから型から出します。さあ、ここでちょっとこのように、型に振動を与えて、でストンと落ちないようにこのような形でそーっと型から出してみます。ベルガモット自体がビターな、柑橘になりますので、こちらはスイートチョコレートのパータグラッセです。ここに浸していきます。ちょっとこうケーキを動かすことによってチョコレートをたくさんつけることができます。さあ、そして持ち上げるときはゆっくりゆっくり上下に揺すりながら持ち上げていきます。こうすると溜まったチョコレートが余分なチョコレートを取ってくれます。ポトポトっと雫が落ちるのを多少待ちまして、そーっと手の上で返します。はい、このままやはり10分ぐらい放置してチョコレートが少し固まるのを待って、
支度しておいたベルガモットピールを飾ります。はい、ちょっとこうこの辺りがマットな感じでチョコレートが固まり始めました。ではここで、支度しておきましたピールを、飾っていきます。固まりかけたチョコレートに押し付けるようにピールを貼り付けました。はい、このケーキこれで完成です。